僕は理屈がとても苦手でね、もう本能と直感だけでしか僕は書けないのね。だからそういう感じでもう手が勝手に動いてる、もう考えるよりも先に手が動いてるっていうか、あとはやっぱり目かな、美っていうのはさ、上手い下手じゃないでしょ。突き抜けて、突き抜けた先の方に、なんか、本当のものがありそうな気がするんだよね。
人間は何か大切なものをこう忘れてきたんじゃなくて打ち捨ててきた、うん、そう思えてならない、うん、新しい時代にいち早くこう乗り遅れないために決して消えることのない炎ですよね。やはりこうなんとか ある種の祈りっていうか鎮魂っていうか、thank you.
自然を破壊する人間たちに対する怒りや悲しみ、そういうものは単なる白い涙じゃ済まされないでしょう。Muchísimas gracias, mucho gusto.